100点満点の主人公に対するみんなの反応。100点満点の主人公だからその再来を願ってる。金輪際現れない一番星の生まれ変わり、 NHK のプロフェッショナルにも出演したんだが、今の日本競馬は1989年から始まった。実際小栗前と後じゃ競馬の資料に差がある。こち亀を一巻から読むと、小栗の登場前と後で競馬の雰囲気の変化を把握できるライフハック。この漫画文化史の資料として優秀すぎる。小栗前の競馬場は本当に鉄火場なんだよね。 JRA が頑張ったのもあるけど、小栗を見に女性客子供客が一気に増えたので環境がクリーンになった。ギャンブルからスポーツへの集大成に小栗がタイミングよく現れた。競馬史を知れば知るほど君らこれやってんだろって言いたくなる小栗関連のタイミングの良い出来事。家族全員競馬とか一切知らない我が家にもなぜかいたやつ。日本近代競馬採用の日、1990年12月23日。1990年は本当に何かあったに違いない年で、ダービーで府中29万人が有馬で中山27万人が入るという、わけのわからないことになっている。定員の問題で二度と更新されないレコード来たな。この当時の自家用車にはほとんど乗ってたオグブルミ。現代じゃこういう馬現れる環境じゃなくなっただろうな。クッキングパパも歴史資料として面白いぞ。小栗登場前の競馬場は完全にパチスロと同じギャンブルのみのための場所として描かれてるのに、小栗登場後には趣味は馬です、馬を眺めるのが好きなんですよと言い出す好青年が出てきたりする。小栗キャップは本当になんかおかしい馬で、追加登録といった制度変更させた馬というのは多分そうそういない。あと環境の変化で言うと、小栗キャップがいなかったらあんなところに陛下を連れ出せるかと展覧競馬なかったかもしれない。ドラマ性とかもどうやったらいいかわからんくらい完璧なの怖い。正直日本競馬における得意点はこいつだと思ってる。周囲の環境含めて奇跡みたいな大馬さんだった。記者受けが良かったのもでかい。レース前のピリピリした時期でも見ていくと通す調教師と、そんなもの一向に返さない、飯食うのに忙しいので、小栗キャップ。馬の取材を小栗から学んだ新人もいたりするくらいにバンバン取材受けてた。今でも笠松に人を集めてしまうアイドル。機種もコロコロ変えて勝率高いのも狂ってる。操縦性が良くて素直っていう日の打ちどころがない性格をしてる。あの有馬は波の国の競馬会が1年かけて積み上げる売り上げを1レースで稼いだからね。小栗人気とはいえ日本人大馬さん好きすぎる。じゃあ現代でも強くて素直で可愛い馬が現れたら人気出るじゃん。切れ目なく個性的なライバルが現れて、時代に寄り添った環境の中、ドラマチックに走り抜けたらもしやというレベル。今の時代は極力走らせない、だからね。速い馬は出るだろう。強い馬は出るだろう。だが小栗キャップより愛される馬はもう出ない。俺も小栗キャップを見たと言いたかったな。ほとんど一代限りの異能だったようなもんだから、その辺もある意味物語性がある。90年は小栗も終わりか、とか言われてたと聞くが、安田記念でめっちゃ強い勝ち方しててこれが終わり？ってなった。当時のレコードだからな、今考えるととんでもなく強い。しかも馬場状態とかの差はあるにせよ、ルビーとかゼファーとかフライトとか大気とか最強マイラーが続々出てきても超えられなかったスーパーレコード。レコード更新は実に13年を、小栗と同じく芝もダートも走れるアグネスデジタル6歳。しかもデジタルの時の府中はコーナーの曲がりが緩やかになり、直線が長くなった改修されたコースや、90年代の歴代最強クラスの馬が小栗の府中のレコードを超えれなかったのは、当時の府中のコースがいかに難解なコースだったかがわかる。いいだろ？小栗キャップだぜ。ハイセイコーブームの時と違って多くのライバルがいたのが、小栗ブームのいいところだな。で、小栗はどのレースでも本気で走るから名レースがたくさん生まれるのもいい。小学生ぐらいの時だったから、競馬ってずっとこんなすごい流行ってるものなんだと思ってた。実際ナリブぐらいまではすごかった。ブライアンを生で見れた人たちも羨ましいんだよな。
あんな暴力的な勝ち方目の当たりにしたら脳が溶けちゃうよ。小栗含む第二次が第一次と違うのは、ジョッキーにも注目が集まったと聞いた。結果としてコンテンツとして広くなったと。中野コールはその象徴とも言える出来事だな。またタイミングよく武豊が現れたからね。あまりにも100点満点すぎる。もしかすると伝説上の馬なのかもしれない。なんであの感動の有馬記念でワンツーだったジョッキーが、21日メイン勝ってるんですかね。去年の有馬の勝利ジョッキーと今年の日本ダービーの勝利ジョッキーだよ。不思議じゃないよ。小栗、帝王、ブライアンの流れが完璧すぎるんだよな。小栗ブームから始めた人が知る歴代最強馬がシンボリルドルフだからな。この層はどうしても三冠馬を生で見たくなってた人たちで、そのルドルフの子であり天才児帝王に夢を見る。帝王、ブルボンでダメなら三冠馬ってどんなやつならなれんだよ。そこに三冠史上で今でも最強の勝ち方の成田ブライアンが登場だからな。小栗のぬいぐるみとか誰もが持ってた感じやったわ。クレーンゲームで俺も取った。シングレはよくあれだけ面白いレース展開が次々と思いつくからすごいよな。笠松を何度も救い続ける馬。平成が過ぎ去った令和に入ってからに限定しても何回救ってるのよ。競馬ファンのほとんどがもうこんな馬現れないと理解しつつも、再来を待ちわびる程度には後遺症を患っているぞ。小栗を産んだ。ただこれだけのことが笠松が潰れず生き残ってる最大の理由ではあるよな。食いしん坊キャラとかいう超王道主人公設定。小栗は悟空と類似点多いから本当に少年漫画の主人公って感じだな。人気面で小栗と並んでた武豊はピッコロといったところか。口から後継者産んでくれんかな。振り返ってみれば小栗の負けや、小栗関係ないとこでのライバルたちの勝敗も、最終的には小栗のドラマの完成度をより高める方向に働いてたのがほんとやばい。結果的にだけどマジで何もかもが噛み合う形に収まった、時代に愛されるってああいうことなんだなって。世代すべてあってこその、神はいる。そう思った。なんだろうね。三強がそれぞれ G1 を参照してて、最後に小栗が一歩抜け出すのいいよね。ラストランの日、中山で引退式を行った稲荷ワン。ラストランで手綱を握るのはスーパークリークの主戦騎手武豊。もうこの時点で漫画やんけ。小栗一着、小栗一着から、TM 北まで10年しか経ってないと考えると、濃密すぎる競馬史。その間にあった99年のフェブラリーステークスも伝説よ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。